記録を記録は残るからね。記録も残らなくていいんだよね。はい、それでは時間になります。高木選手こっち回り初出場、コースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはレース頑張りたい。さあ高木選手は今回初出場、現在どこ記録が残っていません。はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。一応一応でも、はい、それでは行きます。大丈夫よ。それでは1分間高木選手の予備予選スタート、レースを開始します。レース頑張りたい、スタート。あ、誰か来た。これ、うん、ごめん、うん、で最後鍵お願いします。出なくていい、多分日暮さん帰ってきた。8秒3で帰ってきました。ちなみにコースレコードは伊藤選手の8秒83です。10秒0、合計タイムが21秒4となっています。10秒1です。郵便、じゃあ、うん、もうすぐ終わるから大丈夫です。はいはいはい。10秒4。さあ6周予想もう1周あります、もう1周あります。ここまで10秒0、10秒1とつないで9秒台入れてきました。ファイナルラップだと思う。レース終了です。マシンを回収してください。合計タイム19秒71です。ちょっと郵便を。2人目、岩井選手、ちょっと待ってください、準備します。日暮さんは一番最後に回します。さあそれではコースプラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは岩井なろう。はい、大丈夫です。ハイポンド OK です。じゃあこれでいきますね。はい、いいですか。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。岩井なろうスタート。さあ2人目、岩井選手が来ました。高木選手を破るには9秒85、これが2回必要です。その1周目大3で帰ってきました。お、さあタイムは9秒65です。トップに立ちました。合計タイム10秒台。さあ自己ベストが目に、視野に入ってきます。7周あります。今6周目走ってる。もう1周あります。9秒74、ファイナルラップ、ここまで9秒5337とつないで、レース終了です。マシンも回収してください。トップに立ちました。さあこの次諸橋堀選手と続いていきます。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは諸目前です。
岩井選手の前に出るのは9秒39です。これが2回必要。はい、OK です。プラクティス終了です。レースを開始します。モロスタート。さあ3人目、諸橋選手。さあ1名今回ね、上半期の最終レースになっています。8秒台入れていきたい諸橋。2周目どうだ。また電話が来てしまいました。いつの間にかビール買ってるし。さあ9秒30マーク。まだ2番手です。岩井選手の後ろ。0。ここでトップに立ちました。7周予想、あと2周あります。9秒38。じゃあもう1周あります。ここまで9秒22、30とまとめてファイナルラップに入って、あーさあもう1周あると思う。モロアス終了です。マシンを回収してください。トップには立ちました、モロアス選手。あ、本当そんなにみんな注目してるんだ。はい、それでは堀選手いきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは堀だろう。1番コースレコード、伊藤選手に近い男です。8秒915が過去ベスト。はい、ポンダ OK です。はい、いきます。プラクティス終了、レースを開始します。堀だろうスタート。9秒1を並べてきました。トップに立ちました。9秒149、全く同じタイムを並べてきました。149、全く同じ。9秒100、合計タイム更新。7周予想、もう2周あります。8秒921。さあ自己ベストまで1/100秒、ファイナルラップかな。いや、もう一周あるかな。もう一周ありますね。9秒21、ファイナルラップです。おレース終了です、はい、ここでマシンを回収してください。トップに立ちました。さあ日暮さんいきますよ。日暮選手の予備予選。プラクティススカウト。プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは IGMM2375 です。375。はい、ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、スタートします。レースを開始します。さあ5人目、日暮選手。 IGMM にスタート。最近ね、自己ベストを毎回更新してくる岩井選手、失礼、日暮選手。10秒06、5番手です。高木の後ろ。9秒8を並べてきました。まだ5番手、すぐ前に高木です。もう1周あります。もう1周あります。9秒82、高木をかわした。前に岩井選手ファイナルラップから、いや、もう一度あります。もう一度あります。10秒フラット、4番手のままファイナルラップ入っていきました。レース終了です。マシンを回収してください。
場で予備予選終了、予選の組み合わせ作ります。これか、今日は5人か、だと はい、予選1組目、日暮高木でいきます。残りの3人2組目です。20分、5分後20分、日暮高木、ここからいきます。まだ5分あるよ。あ、今日いらっしゃる。あ、はい、はい、ありがとうございます。
はい、それではそろそろ時間になります。予選1回目、日暮選手と高木選手のヒートコースオープン、プラクティススタート。プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは日暮 MM にレース頑張りたい住職なろう。一応住職も入れてあります。前スタートの日暮選手の格好ベスト19周5秒です。ちなみに岩井選手が4秒ですからね。高木選手は今回初出場。はい、日暮し OK。 はい、高木さんも OK でした。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは岩井さん並べてあげてください。日暮し高木の順です。日暮し高木浮きますね、なんか。それではスタートします。予選一組目、レースを開始します。3分間です。さあ、高木が迫ってくる。3分間で行います。予選一組目、今度は高木がミス。まずはスタートオーダー順で帰ってきました。日暮しが9秒8、これが最速ラップ。9秒632のヒートベストを出しました。自己ベストペースですよ。これ過去の岩井啓太のタイム抜くペースです。トップの日暮選手、2番手高木がここでベスト9秒76、2台の差が 1.1。さあ、レースは5周目に入ってきます。さあ、高木がベスト9秒64、2台の差が1秒以内に縮まっています。高木も19周ペースです。2台が19周ペース、まもなく合計1分を迎えるところです。さあ、その間に日暮が9秒577のヒートベストをマーク。さあ、日暮し前の週10秒台ですね。これだとちょっと自己ベスト怪しくなってきます。9秒台後半をまとめていきたい。さあ、このベスト9秒536をマーク。再び自己ベストペース、日暮し。折り返しです。レース半分終えたところです。2台が10周目に入るところ。さあ、日暮しは、ね、攻め続けてほしい。2番手高木がベスト9秒57、2台の差が2秒6です。さあ、日暮しちょっとペースが怪しくなってくる。ただ19周5秒か6秒です。あなたの自己ベスト5秒です。残り時間1分。高木選手が今19周ギリ入るかとこ。さあ、日暮し上り調子には来てるが、残り50秒です。さあ、この時間帯いいですよ。安定度も 98.2 ぐらいです。残り40秒。残りが間もなく20秒です。高木もなんとか19乗れるペース、ギリだよ。さあ、日暮しが18周目に入ってきました。もう1周ずつあります。2台とももう1周ずつあります。大時計残り5秒。さあ、ここで3分です。2台とも19周入れてきました。19周6秒、ちょっと足りなかった。レース頑張りたいゴール、はい、初出場高木は19周9秒でゴール。レース終了です。マシンを回収してください。プラクティススタート、はい、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは堀なろう、諸岩井なろう。
くんが持っています20周2秒堀選手はそれに対して20周4秒諸橋が8秒です。岩井選手は19周4秒はい、諸橋 OK。 堀さん何番はい、モロアショッケーです。さあ、モロア選手は20周8秒ですからね、過去ベスト20周8秒の選手。12.34。そんな走っちゃって大丈夫だ、はい、全勝負担取れました。ベンチャー OK です。終了です。それでは並べます。堀、諸橋、岩井の順で並べてあげてください。さあ、前から20周4秒8秒そして19周4秒の選手、はい、それではスタートします。レースを開始します。さあ、コースレコードは榎本の20周2秒です。さあ、岩井もいいですよね。ペース食らいついています。順位の変動ありません。さあ、堀が9秒1、これが最速タイムです。この堀が9秒018、今日のトップタイムをマーク。諸橋が0秒9、岩井が0秒8。さあ、堀選手が8秒98をマーク。ただミスがあったのかな。順位は変わっていません。さあ、岩井3番手がベスト9秒45です。岩井が諸橋と近い。岩井自己ベストペースだからね。レース6周目に入っています。岩井が再びベスト9秒441、諸橋との差を詰めています。2番手争い。さあ、堀選手は1回10秒6がありましたね。それ以外はだいぶかなりまとまってますね。この周も8秒台で帰ってきている。1分10秒経過。さあ、岩井選手は諸橋とは常に1秒以内。諸橋はちょっとミスったのか。岩井が来る。岩井自己ベストもかかってます。さあ、ここで岩井が前に出ます。ただあの2台絡んでしまうとね、日暮が6秒ですからね。日暮が1回目3番手の可能性があります。折り返しを続いています。さあ、堀選手が徐々に、ペースを上げ、自己ベストと同じ4秒予想まで来ています。まだ1分以上あります。さあ、岩井が耐えている。ホワイトのカラーリング、岩井選手3番手スタートのマシンは現在2番手、自己ベストもかかっています。残り1分。さあ、前者が14周目を走行中。さあ、堀選手も自己ベストが試合に入ってきます。岩井ここでベスト9秒361、諸橋にミス、1秒1の差。残り40秒。さあ、堀選手はゴール時点で自己ベストまで、0秒3足りないというところまで来てます。残り30秒。今度は3番手諸橋がベスト9秒32。2台の差が再び詰まっています。2番手争い、残り20秒切っている。さあ、あの2台18周目から19周目、これがファイナルラップです。岩井、諸橋ともにベスト。大時計ここで3分。おお、ああ、岩井ナローゴール。
諸橋選手が2番手、マシンを回収してください。諸橋選手が3番手。ごめん諸橋さん、録画してなかった。嘘だ、嘘です。諸橋選手が2番手でゴールです。岩井さん自己ベスト、岩井さん自己ベスト2秒更新。はい、予選1回目は諸橋も、堀、諸橋、岩井、日暮、高木の順でした。多分組み替えはありません。はい、35分、予選2回目35分、組み替えありません。
はい、それでは時間になりました。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはヒグ MM にレース頑張りたい。住職なろう。はい、高木 OK。はい、止まってます。ストレート気をつけてね。はい、日暮さんも OK でした。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。さあ、日暮選手は19周6秒。高木選手が9秒で1回目ゴールしています。はい、並べます。日暮高木、高木の順です。はい、それではスタートします。レースを開始します。さあ、高木が来てます。まず日暮がトップで帰ってくる。9秒4で帰ってきました。さあ、2台の差が 1.1 秒です。レースは30秒になるところ、4周目に2台が入っている。高木ベスト9秒71。ただ日暮のペースがいい。2台の差が広がっていきます。5周目に入っていきます。高木ベスト9秒537。さあ、2台とも1回目の自身のタイムを超えるペースです。高木ベスト9秒536。さあ、レースは7周目、1分経過したところです。2台の差が 1.2 秒。さあ、トップ日暮らし安定度はかなり 99% ぐらいの安定度、いいですよ。さあ、高木もペース上げてきましたね。2台の差が1秒切ってきているようです。自己ベストペース。さあ、折り返しです。日暮らし、なんと先ほどの諸橋、岩井と同じ2秒で帰ってくる予想。これだから予選の2番手争いですよ。で、自己ベストもかかってます、日暮らし。さあ、日暮らし、ここから歯食いしばって70秒です。残り70秒。さあ、高木が来てる。高木も来ちゃってる。1回目のタイム超える2台。さあ、視界に帰ってくる。高木が自己ベスト9秒467。さあ、日暮自己ベストペースであるが、諸橋、岩井に追いつかないという予想。ただ僅差です。残り40秒。さあ、ここで高木が再び自己ベスト9秒460、襲いかかってきます。危ない、危ない。おお、先ほどの。さあ、17周目トップが入れ替わります。日暮まだ自己ベストの可能性あるからね。さあ、残り15秒、18周目なんで、もう一周あります。もう一周あります。これがファイナルラップです。ここで3分。レース頑張りたい。高木選手のトップゴール、2番手が日暮選手でした。レース終了です。マシンを回収してください。高木さんの方が良かったね。さあ、高木選手は4秒でゴールした。日暮選手5秒でゴールです。もうはい、それでは堀選手、諸橋選手、岩井選手、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは堀なろう、諸岩井なろう。さあ、今日決勝は2組に分けてやって、なんだっけ、リザルトガッチャンコできます。諸橋 OK です。
モラス選手は先ほど最終周で2番手浮上、19周2秒です。そして自己ベストは更新したものの、最終周逆転を許してしまって岩井選手そして堀選手途中までコースレコードペースでした。岩井 OK、 堀も OK でした。プラクティス終了です。それでは並べます。前から堀、諸橋、岩井です。コースレコードは榎本の20周2秒。堀、諸橋、岩井の順で並べます。はい、木村さんありがとう。それではスタートします。レースを開始します。3番手が転倒さあそのままの順で戻ってきます。堀選手が9秒フラットで帰ってきました。諸橋が1秒差、岩井 1.4 秒。さあ諸橋ですと9秒410、岩井がそれを上回るタイム9秒286で帰ってくる。30秒経過。さあ岩井選手今度はリベンジのチャンスですよ。諸橋に、なんか諸橋ペース上がらない。ああ、さあこれで岩井選手がトップに変わります。岩井選手だけが1回目のタイム上回ってくる予想。45秒経過。さあ岩井選手ホワイトがレースリーダー、2番手の堀選手が後ろにいます。前の週 1.1 秒、この間、週間を詰めてきました。0秒70。岩井自己ベストペースだからね。おお、耐えた。これで3番手諸橋がベスト9秒39。岩井は1回目の諸橋のタイムを上回るペースですよ。総合2番手がかかってます。岩井選手折り返し。ただね、岩井はねさっきと同じ2秒ですから、2秒、わずかに諸橋の前に出るという予想。さあ岩井集中しています。12周目に入っています。さあレースは13周目に入っていきます。今の周は岩井、諸橋の前、ただゴール地点で100分の何秒という差です。すごい、ゴール地点で1000分の6秒という戦いです。諸橋対岩井、残り45秒。今の周は岩井が前に出るという表示。さあレース16周目に入ってきました。残り3周です。17周目に入ってきました。今の周諸橋2番手予想、残り20秒。さあまた岩井がペース上げて諸橋の前という表示。あー、これで堀選手が18周目トップに変わっています。大時計残り5秒。岩井は、ヒートの2番手で戻りました。ここで3分。モロゴール、諸橋ゴール、堀ナローゴール、堀ゴール。今レース終了です、はい、マシンを回収してください。全車超えられませんでした。はい、決勝1組目は高木、日暮らしであります。2組目は残りの3名6分ずつ、1回ずつ、なんだっけ、一発勝負でいきます。55分スタートします。10分置きます。55分、6分間、日暮らし、高木からいきます。失礼、高木、日暮らしからいきます。はい。
やるかしら、これが1で終わりだ。明日でしょ、うん、明日
はい、時間になりました。時間になりました。それでは決勝一組目、高木選手と日暮選手、6分間です。プラクティススタート。プラクティス時間は
2分コースオープンします。出走ドライバーは堀なろう、諸岩井なろう、レース頑張りたい、ヒグ MN に住職なろう。高木さんは初出場、記録ありません。で、日暮さんも6分間こっち回り走るのは初めてです。はい、高木 OK。 最小ラップエラーレース頑張りたい、4点プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは並べます。高木、日暮の順で並べてください。うん、そう、さっき逆転したからね。さあ、一発勝負、6分間ですよ。それではいきます。レースを開始します。高木選手は今日前スタートは初めてですよね。日暮を追う立場でレースが展開していきます。さあ、高木は9秒4で帰ってきましたね。これが最速ラップになっています。さあ、2周目、日暮は9秒74、間が詰まってます。0秒7ぐらい。レース4周目に入ってきます。同じく0秒7。ここで日暮ベスト9秒504、2台の差が0秒5。さあ、2台が 98% の安定度、ミスらない2台。6周目から間もなく7周目に入っていきます。1分経過。うん、ここで2番手がスタック、ジムで戻っていきます。さあ、これで2台の差が4秒に開きました。さあ、高木選手はこれで2番手に4秒以上の差をつけています。この後のね、出てくる3名との周回数争いになります。現在高木選手38周予想、そして2番手の東は36周予想です。日暮ここでベスト9秒45。日暮若干差詰めてますよ、トップ争い。1分50秒経過。6分間で行います、決勝1組目。残り時間4分。14周目に入ってきました。トップ高木選手、6周目に入ってきました。2分30秒経過。さあ、高木選手は38周ペースを守っている。日暮は37周ペースなんで、どっかで1ラップされるという計算です。まもなく折り返し時間を迎えます。3分経過です。さあ、トップ高木選手は過去諸橋選手がマークした38周、これと同じ周回が乗ってくるという予想です。なかなかいいと思う。3分30秒になるところ。さあ、日暮なんとか同一周回で耐えているが、2台の差が7秒です。差が広がってます。
さあ、オード系残り時間が間もなく2分となります。トップ高木が26周目に入りました。さあ、東の後ろにトップが見えてきます。残り90秒。ブロック、4分45秒経過。おお、さあ残り時間が1分です。残り1分。さあ高木38周予想、33周目に入ってきました。高木残り5です。おお、あれ。さあ、ここで前に出ましたね。高木選手がラップした形。大時計残り30秒。高木選手残り3です。残り20秒。36から37周目、高木もう一度あると思う。残り10秒切りました。さあ、オード系はここで6分です。日暮らしゴール36周0秒で、高木選手が38秒で帰ってきました。さあ、この後の結果待ちです。この後の結果待ちです。はい、オンレース終了です。マシンを回収してください。プラクティススタート、はい、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは堀なろう、諸岩井なろう。レース頑張りたい、ヒグ MM に住職なろう。うん、違う、うん、さあ、高木選手は38周9秒でゴールしています。これを抜けば優勝の可能性ができます。コースレコードはやはり榎本が持っています。40周8秒、これが内回りなどのコースレコード。はい、それではコースオープンです。さあ、堀選手の過去ベスト39周1秒、諸橋が38周9秒、岩井選手が37周5秒。はい、全車も24.04、全車 OK。 プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は堀なろう、諸岩。はい、それでは並べます。堀、諸橋、岩井の順。はい、堀、諸橋、岩井の順。前から39周、38周、37周が過去ベストの選手。それではスタートします。レースを開始します。さあ、岩井、
岩井が2度ほど見つける。これだと3位が高木選手ということになりますよ。さあ上位ではほとんどノーミスできました。堀が9秒フラットで1周目帰ってきました。堀選手自己ベストの可能性、失礼、コースレコードの可能性あります。2番手が諸橋、9秒45が出ています。3番手岩井が9秒50。30秒経過。さあ3番手の、岩井、あそこに今高木選手がいるという計算です。岩井選手は総合3位か4位かというところ。岩井ベスト9秒46。堀選手、コースレコードペース守っています。トップです。2番手諸橋が2秒1後ろ。1分経過。さあ2番手諸橋も自己ベストペースですよ。自身初の39周が視野に入っています。この週諸橋39周ペース上げてきている。さあコースレコードがかかった堀選手、バックマークが出てきます。さあ岩井はねまだ、高木の後ろという表示です。ここからちょっと集中していきたい。1分30秒経過。さあ3番手岩井ここでベスト9秒395。今岩井は自己ベストと同じところ、ただ高木の下という表示です。1分50秒経過。高木さん笑うんじゃない、高木笑うな。ただ岩井もねペースを上げてきてます。さあトップオレンジのカラーリング堀選手が15周目に入ってきます。諸橋が4秒1の差ですね。諸橋も自己ベストペースは守っています。さあ2分30秒になるところ、ちょっとここ数周堀選手のペースが落ちてきているようです。レコードペースではあるが徐々に危なくなってくる。2分45秒経過。さあ堀選手持ち直しましたね。また9秒台前半が出てます。レコードペース。ああそして岩井の後ろから諸橋来てたが、諸橋はちょっと見つりました。折り返し地点は経過しています。3分30秒が近づいてきます。さあそして再び堀選手ちょっとペースが上がってこないか。ゴール地点で榎本に0秒1足りないという表示。レコードまで0秒1足りない。25周目に入ってきましたトップ。さあそして3番手岩井の後ろから2番手諸橋が来てます。諸橋はトップはね7秒差。大野圭まもなく4分を指します。堀選手が27周目に入ったところ、堀選手レコードと同じ8秒で帰ってくる予想ですが足りない足りない。さあ一方2番手の岩井は耐えてますね。残り40秒。諸橋も自己ベストペースを守っている。岩井も自己ベストペースです。残り90秒。さあトップの前に2番3番がいます。
さあ、オード系残り時間が1分となります。残り1分です。さあ、前者が1周の差です。前者1ラップ差です。残り50秒、残り50秒。さあ、堀選手ペースを落としましたね。39周0秒表示です。大時計残り30秒、36周目からトップが37周目に入っていきます。残り20秒、堀選手がもう一周あります。堀選手は少なくとももう一周あります。0秒予想。残り10秒、大時計はここで6分です。堀選手39周0秒、ミナリナローボール、モラシも自己ベスト、最終周岩井ベスト9秒32、全車自己ベストでゴールです。レース終了です。マシンを回収してください。そう、一瞬音がない。はい、総合結果、堀選手が優勝、2番手モラシ、3番手が高木選手でした。4番手岩井、5番手が日暮選手。性格出るよ。そういうの。あのばっかり聞いててなんかニコニコしちゃうっていうのは性格出ちゃった。